7月10日、シカゴ、カブスの今永翔太はオリオールズを相手に6回6安打無失点、6奪三振、1四球で4対0の快勝に導いた。シカゴサンタインズによれば、バッテリーを組んだミゲル・アマヤ捕手は試合後、日本人左腕の印象を。謙虚でいいやつで、面白い。でも仕事の時は、しっかりと自分の仕事をする。だから彼は我々にとってオールスターなんだ。2017年に救援出場を果たしているコディ・ベリンジャーも。彼はオールスターに選ばれて当然だ。信じられない男で、彼の選出に興奮している。1年目にオールスターゲームを経験するのは、彼にとって忘れられないものになるだろう。と、今永のことを語った。今永投手、8勝目おめでとうございます。最下位にアイブカブスのエース今永が、アウェイのオリオールズの本拠地で、完全に投げ勝って6回を完封での勝利だから勝ちが高いね。おそらくは現在 MLB 全球団の中で最強打線と思われるボルチモアを相手に、6回無失点に抑えた今日の投球は、見事の一言。同僚からも、絶大な信頼感。MLB 全体で5位を走るヘンダーソンのバットが空を切る様は、非常に痛快でした。腰からも絶賛されてるやん。同僚もオールスター選出を喜んでくれてるんだね。シーズン終了まで怪我なくローテを守り、チームメイトやシカゴファンのハートをがっちり掴んでください。まさかのスターターもあるのでは？それ見れたら感激だな。オールスター超楽しみだ。防御率もまた2点台へと、結果も十分ついてきた。後半戦も体に気をつけて、頑張ってほしい。打たれても最低限試合を作ってくれるあたり、本当にエースと呼んでもいいかもしれませんね。ジャイアンツとフィリーズとの2試合では3失点と修正し、今日の試合では無失点とはさすがですね。同僚も文句つけるとこないね。ルーキーで2桁はほぼ確実となったでしょうし、後半戦の活躍も楽しみですね。オールスターでも見たいし、後半戦もこの安定感続けてほしい。